最強の AR グラスが発表されました。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルです。いつもは VR に関する情報をなるべく分かりやすく皆さんにお届けしているんですが、今回はマジでめちゃくちゃすごい AR グラスが発表されたので紹介していきます。何がやばいって、解像度は 8K、 視野角は150度、マジで最強のスペックとなっています。それ以外にも驚くようなスペックを持っていることが判明したので詳しく見ていきたいと思います。本当に最近新しいデバイスが AR、VR 問わず続々と発表されてきていますよね。毎週のように出ているんじゃないかというぐらいの感覚です。 Apple の新型 VR とか PSVR2 とか JVC のヘッドマウントディスプレイとか、サムスンの AR グラスとか、中国版の Oculus Quest とか、あげるとキリがないです。自分もニュースを追っているんですが、わけがわからなくなりそうです。本当に AR、VR 業界が盛り上がっていることが手に取るようにわかりますよね。それでそんな中でね、発表された AR グラスがクラガリウムです。クラってローマ字っぽくてちょっと気になりますよね。どうやらクラというのは韓国語で嘘という意味があるみたいで、拡張現実ってまあ言ってみたら嘘の現実みたいな感じじゃないですか。由来の記述は見つけられなかったので確かではないですけど、そんな感じではないでしょうか。開発会社はクラテクノロジーと言います。サンフランシスコにある AR をメインに開発している企業で、これまで多くの資金調達をしていて、公開されているだけでも510万ドル調達しています。 HTC 社も投資しているようで、今後注目したいスタートアップ企業の一つだと思います。クラテクノロジーは AR グラスの開発にあたって専門家たちからマイクロソフトでもできないことをどうやって実現するのかと言われ続けていたようなんですが、それでも開発を続けて問題解決をしてきたようです。この大企業ができない領域でも挑戦しようとするマインドがいいですよね。とても熱量を感じます。 CEO のケリー・ペンさんも調べてみるとフォーブスに載っているかなりやり手の方みたいです。それではスペックを紹介します。まずはディスプレイについてです。AR の場合はディスプレイの構造がとても重要で、構造によってスペックが大きく左右されるので押さえておきたいポイントです。クラは他の AR グラスにはない幾何学的導波炉という構造になっています。それによって広い視野角やハイダイナミックレンジ、透明度 95% などを実現しています。結構画期的なようなので、今後他の AR グラスにも採用されていく可能性も考えられます。そしてもう一つのディスプレイです。これは VR でもおなじみの液晶とか有機 EL とかです。クラには新技術のマイクロ LED が使われています。LED ディスプレイよりドットが超小さくなって、かなり高い画素密度になったものだと思っていただければ大丈夫です。マイクロ LED の採用を決定するまでにマイクロ有機 EL や他のディスプレイも検討したようなんですが、マイクロ LED にすることによって電力効率が良くなって、より高い明るさや高解像度の実現など高いパフォーマンスを発揮できるようになったようです。ちなみにマイクロ LED が使われている AR グラスは他にもあります。 CES 2021 で発表されたビュージックスのスマートグラスです。 CES 2021 の動画で紹介しているので、気になる方はそちらを見てみてください。今年の夏に発売予定なので、こちらも期待の AR グラスです。次は重さです。重さは 80g 程度になる予定のようです。グラスの形を見るだけでも薄型で軽そうということがわかります。まだ確実に 80g になるとは決定していないようです。ただ今回紹介するスペックを全て搭載したとしても 100g を超えることは確実にないとインタビューで語られています。視野角は対角視野150度、水平120度、垂直82から90度となっています。対角とか水平とか VR ではちょっと聞き慣れないですよね。どういうことかというと、長方形を思い浮かべてほしいんですけど、対角視野角は対角線に結んだ時の角度を言います。水平は水平に結んだ時の角度です。水平より対角の方が見える幅が広くなるので角度も大きくなるということです。 AR グラスでは対角視野角で語られることが多いようです。垂直は上下の角度ですね。 AR グラスで対角視野角が150度というのはかなり広くて、というか今発売されている AR グラスの中で最も広いということが分かりました。他の AR グラスと比較すると、あの40万円以上するホロレンズ2でも対角視野角は52度です。そして対角視野角100度を超える AR グラスは現状2つしかないようで、1つがノーススターというものがちょうど100度です。これはオープンソースの AR グラスなので、一般向けというより完全に開発者向けですね。あともう1つが最近クラウドファンディングが開始された
リアルマックスチャンです。これまでにない圧倒的な視野角 119.5 度と紹介されています。この2つもこれはこれですごそうなので、どこかの機会で紹介できたらと思っているんですけど、対角視野角150度がどれだけすごいものか分かっていただけたかと思います。 AR で150度となると視野の 75% をカバーしているということになるようで、体感的には視野の全体をカバーしているような感覚になるのではないかと思います。次に接続方法なんですが、どうやらパソコンに接続して使うものと専用の小型のコンピューティングパックに接続して使うスタンドアローンモードがあるようです。オキュラスクエストのようなスタンドアローンを想像していたんですが、ちょっと違ったようです。少し残念な部分ではありますね。コンピューティングパックは CPU とバッテリーが搭載されているパックとなっていて、スナップドラゴン855が搭載されているようです。 200g 以下なのでスマホと似たようなものだと思われます。スタンドアローン状態でのバッテリー動作時間は最大で6時間となっています。将来的には手持ちのスマホと接続を可能にしたり、パソコンとワイヤレスで接続して使用することを目指しているようです。そして解像度なんですが、衝撃の片目あたり 8K、 両目で 16K となっています。最近は Apple VR しかり、 16K が当たり前になりつつありますよね。いや、すごい時代になったもんです。16K を実現するためには相当な処理能力が必要ということは大体想像できると思います。クラは処理軽減のためにフォービエイテッドレンダリングという技術を使っています。これは画面をレンダリングする際に視線の中心部分を高解像度で、外側に行くにつれて低解像度で描画するという技術です。人間の目も同じように視線の中心、大体これぐらいの範囲だけが明瞭に見えて、周辺視野ははっきり認識できないような構造になっています。これを応用してはっきり見えない部分を低解像度化にすることで、処理能力の節約をしていると思えば分かりやすいかと思います。そうするとユーザーの視線の中心を常時トラッキングすることができるので、どこを高解像度で、どこを低解像度にしたらいいのかが分かります。グラフィック処理を軽減しつつ、体感的には高品質のままを維持することができるというわけです。この技術は今後デバイスが高解像度化してくる中で搭載することは必要不可欠になってくるでしょう。ちなみにパソコンに接続している状態ではフルフレームレンダリングが可能となっているようです。フレームレートは C に合わせて調整可能なようです。解像度が 8K の時は 75Hz で、 6K で 100Hz、4K で 144Hz と記載がありました。もしかすると接続方法によって解像度の調整ができるんでしょうかね。フレームレートは 120Hz という情報も出ていたんですが、解像度 4K なら最大 144Hz まで可能なようです。そして気になる価格なんですが、$1,500を予定しているようです。結構高いなと思われるかもしれないんですけど、マジックリープとかホロレンズと比較すると比較的安くなっています。むしろここまでの高性能ですから、むしろよくここまでの価格になったなと思うぐらいです。しかも生産数が増えれば1000ドル以下で販売できるようになるようです。 AR グラスは大量生産が難しいものが多いんですけど、クラは大量生産が容易になっているようです。大量生産されて同じデバイスが多く世に出回ることで、互換アクセサリーやコンテンツが出てきやすくなったり、使い方とか問題が発生した時の情報を得やすくなるとかのメリットが出てきます。結果的に AR の普及にもつながってくるので、広まってくれたらいいですよね。発売時期は未定ですが、生産が2021年の末なので、それに近い時期に発売されると思います。ということで一旦ここまででおさらいしておきます。ディスプレイはマイクロ LED です。重さは 80g、 視野角は対角150度、接続方式はパソコン接続か専用パックに接続、解像度は片目 8K、 フレームレートは最大 144Hz、 価格は$1,500以上です。その他トラッキングは内蔵のカメラによって6DOCに対応していたり、ジェスチャー入力も可能になっているようです。動向間距離も自動調整可能なようで、55から 66mm で調整できます。また処方箋対応とあったので、度入りのレンズにも対応していると考えられます。やっぱり何より 8K と視野角150度っていうのが魅力的ですよね。その他にもあらゆる性能を詰め込んだ理想的なデバイスだなという印象です。
もはや他に資格はない最強のデバイスですよね。まあ、ただちょっと気になるのが完全にワイヤレスで使えないっぽいということですよね。ただここは着用の写真も見つけられなかったのでどうなるかははっきりとは分かりません。専用パックの使い方によってはワイヤレスとほぼ同じ感覚で使用できるかもしれません。最近は AR グラスもどんどん出てきていよいよ VR に続いて AR の時代も来るような予兆がありますよね。今までは目を引く話題は VR のものばかりでしたが AR の話題も絶えません。もちろん自分は VR と同様に AR にも興味がありますので今後も注目していきたいと思います。そして動画で皆さんにお届けできればと思っていますのでぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。そして他にもアップしてほしい動画とかあれば教えていただけると頑張って調べて動画にしますのでぜひコメントに書いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。